さんこんにちは、観光韓国語田村秀明です。そして稲川由紀です。あ、田村さんすみません、あのね、はい、僕たちの人気がねどんどん上がってるみたいですよ。毎日毎日ね女の子からね電話かかってくるんですよ。じゃあでは今日はここで韓国で電話を受ける時の必要表現を準備しました。うん、そうですね。じゃあまず VTR の方から見てみましょうか。どうぞどうぞ。リンリン、電話をかけてみよう。もしもし、ユキさんいらっしゃいますか？여보세요유키씨계세요네실례지만누구세요저는히토미입니다잠깐만기다리세요도우셨어요도우셨어요수인이타무라군이요로건데그랬다말電話가できたんだよ。ついに成功したんですか？ついに成功したんだ。なんかおめでとうございます。田村君、君が第1号だ。もしもし、もしもし、呼ぼせよ、呼ぼせよ、聞こえないよ全然。もしもし、呼ぼせよ、もしもし、呼ぼせよ、呼ぼせよ。おお、全然聞こえないですよ。もう普通に話しましょうよ。そんな20年間の苦労が…マジで。韓国語でもしもしという言葉はよぼせよと言います。よぼせよ、よぼせよ、よぼせよですね。これは電話を最初にかけるときに必ず言う言葉ですので忘れないでください。そしてよぼで止めるとこうなりますと、韓国語で自分の奥さんや旦那さんを呼ぶ時の言い方になってしまいますので、よぼで止めないように注意をして、よぼせよと最後まで言うようにしてください。韓国語のことなら何でも私に聞きなさい。え、私が誰かって？私があの有名なドクター稲川だよ。お、早速電話だね。うん、呼ぼせよ。もしもし、うん、日本語で何々さんっていうのは韓国語でなんて言うんですか？ちょっと待ちなさいよ。これね、何々さんという言い方はぬぐぬぐ誰々しと言えばいいんだね。誰々氏だから、例えば、ペヨンジュンさんという場合はペヨンジュン氏、それから、チェジウさんの場合はチェジウ氏と、こう言えばいいと書いて、いやいや、そう言えばいいんだよね。で、これでちょっと注意することが あるんだが、キムさん、パクさんと呼ぶときに、ただキム氏、パク氏、こんな風に呼んではいけない。絶対ダメ。これはね、とっても失礼な呼び方に当たるので、そういうふうに呼んでフルネームで必ず呼ぶようにしなさい。もうこんな質問は簡単すぎてね、笑っちゃうよね。あ、また呼ぼせよ。もしもし、何々さんはいらっしゃいますかって韓国語でなんて言うんですか？ちょっと待ちなさいよ、知ってるからね。あのね、いますか、いらっしゃいますかというのは、誰々し、けせよ、誰々し、けせよと言えばいいんだね。だから、ピョンジュンさんいらっしゃいますかというときは、ピョンジュンし、けせよ、チェジュさんはいらっしゃいますかというときは、チェジュし、けせよと、こう言えばいいんだね。焦った。もしもし、呼ぼせよ。秀明さん、います？はい、失礼ですが、どちら様ですか？失礼지만、누구세요？そういうお前は誰なんだよ。ほー、なんだこれは。日本語で失礼ですが、どちら様ですかというとき、韓国語では失礼지만、ぬぐせよ、はい、失礼ですが、どちら様ですかは、ねえ、失礼지만、ぬぐせよと言います。
失礼じまんは失礼ですが、ぬぐせよはどちら様ですかの意味ですね。失礼じまん、失礼じまん、ぬぐせよ、ぬぐせよ、ねえ、失礼じまん、ぬぐせよ、ねえ、失礼じまん、ぬぐせよと言います。皆さん、今日秀明さんが僕に可愛い女の子を紹介してくれるって言うんでドキドキしてきたんですけれどもね。どうかな、身だしなみもいつ見ても完璧だし。さあ、まだ来ないみたいですんで、皆さんと一緒にちょっとここで挨拶の練習をねしようかなと思うんですけれども、さあまずは自己紹介をしなきゃいけませんよね。私ゆうきです、私はゆうきですとこう言いたいですよね。さあその時の言い方は韓国語で저는ゆうきいみだです。저는ゆうきいみだ、저는ゆうきいみだ。ここで저는っていうのは私はという言い方、ちょっと丁寧な言い方ですね。私は、私はこれぐらいの言い方、저는、そしてその次に名前ゆうき、そして最後にですですね、いみだがきます。저는ゆうきいみだ、저는ゆうきいみだ。저는최장혁입니다。저는유진경입니다。저는임승빈입니다。기다리세요잠깐만기다리세요잠깐만기다리세요ちょっと待ってくださいというのは韓国語で잠깐만と言います。잠깐만、잠깐만、잠깐만と言いますね。さあ、そして待ってくださいという表現ですが、これは韓国語で기다리세요と言います。기다리세요、기다리세요、기다리세요。잠깐만、잠깐만、기다리세요、기다리세요、잠깐만기다리세요、잠깐만기다리세요。응、なんですって、コリアンプラスが見たいですって、잠깐만기다리세요。はい、全国500万コリアンプラスファンの皆様こんにちは。今日もコリアンプラス、私が楽しくお伝えしていきたいと思いますけれども、さあ韓国の友達に聞いてみました。あなたの生活の中で一番必要なもの、なくてはいけないものは何ですか、何と言ったと思いますか。キムチ、キムチじゃなかったですね。さあ正解はこれ、こちらです。携帯電話、今や韓国人にとっても携帯電話は生活の中でなくてはならないものになっています。さあ韓国の携帯電話はですね、ただ電話をするだけじゃなくていろんなことができます。写真ももちろん撮ることができますし、それから MP3 プレイヤーにもなるし、テレビも見ることができるし、それから最近はですね、お酒を飲む人のためにふっとすれば飲酒のチェックができる、飲酒に引っかからないチェックができると、そういう便利な機能まで入ってるんですね。여보세요、ゆうき씨계세요。ねえ、실례지만누구세요。저는히토미입니다。잠깐만기다리세요。여보세요、ゆうき씨계세요。네、실례지만누구세요。僕ですよ、僕。ああ、田村さんか、なんだ、知ってましたよ。さあ、皆さんも今日はですね、はい、韓国語を使って今日覚えた表現で韓国の人の友達に電話をかけてみてはいかがでしょうか。そうですね。じゃあ皆さん、今度また次の時間にお会いしましょう。안녕히계세요。